1420 第三飛行艦隊の索敵範囲を通過しました。よし、第二種警戒態勢に戻せ。おもかじいっぱい北北西に進路。イエス、コマンダー。練度も十分、各地の仕掛けも抜かりなくか。あなたたちが全てを仕切っていたら、あの内戦はどうなっていたかしら。まあ結果は変わっていまい。1年ほど伸びたやもしれぬが、総主宰が違っていたらと今でも思うことはあるがな。確かに買いかぶりすぎですよ。こうして無事この艦にいるのも皆さんの助けあってのことですし。それを全て取り計らったのがあなたであるのも確かでしょう。ええ、数万手先を見極める鉄血殿にも劣らぬ指して。あなただったら結社の使徒すら務まるかもしれないわね。噂の名士という方にはお目にかかってみたいですけど。ですが所詮私も黄昏を止められなかった身。アッシュさんが入手した特殊拳銃、あれを見逃したのは痛恨の極みです。あれが分岐点でした。もし目撃してさえいれば手の打ちようもあったのですけど。女神の巡り合わせ、いやそれこそが呪いか。ええ、因果律を狂わせる強制力。でもさすがね、それを逆用する対抗策を組み立ててしまうなんて。最悪にして最低の策ですけれど、世界そのものを人質に取るような、教官たちに顔向けできないような。シュバルツァーはともかく、7組の面々はどうしているやら。確か魔女殿の里に揃って落ち延びたのだったな。ええ、そうみたいね。クローンにアッシュ君は別にして、最悪の結末を目の当たりにして立ち直れているかはわからないけど。大丈夫ですよ、きっと。ユーナさんにクルトさん、アルティナさんたちならばきっと傷ついた先輩方を奮い立たせて共に立ち上がり歩き始める。私が同じクラスで共に過ごしたのはそういう人たちですから。回れなくてもてめえのケツくらいてめえで。
よ、ここにいたのか。なんだ、あんたらか。なんだとは何ですか？すっかり記憶を取り戻したみてえだな。そろそろ状況が動きそうだが、お前さんはどうするんだ？契約は切れ、奴らの駒として動く必要もなくなった。だったら青の乗り手としての役目を果たすだけだ。全てが終わるまでの短い間だがな。へえ。あなたは。ま、俺としてはむしろ好都合ってもんだ。じいさんの弔い合戦のリベンジのチャンスだからな。あんたをわざわざ楽しませるつもりはねえが。そりゃ残念だ。ま、気が向いたらぜひとも相手をしてくれよ。まったく、あの人は。あなたもあなたです。どうしてそんな。惚れさせちまったかい。って、主大好きっ子だったか。いや、可能性があるとすれば。ありえませんから。まったく、公園といい、千機の娘といい、人のことをちょろいんだのなんだの。いや、その通りじゃん。おっきそれはともかく、彼のことは結局どうするんですの？うん、奴自身の問題だ。ただまあ、今の手たらくじゃ相手をする気にもなれねえな。お見事。君が来てくれて助かるよ。あんた、その調子でせいぜい彼の暴走を抑えるといい。いずれ始まる総国まで、まあそれほど待たせないだろう。ふざけるんじゃないわよ。誰があんたらの思惑通りに。しっかりしなさいよ。本当にあんたを待っている連中がどれだけいると思ってんのよ。そうでしょ、リーン・シ
シュバルツァふう、相変わらず雰囲気あるね。これが魔女の方々が管理するという試練の迷宮ですか。うむ、昨日言ったようにヌシラの力は随分落ちている。ある程度リハビリしないと命に関わりかねんからな。確かに体力その他低下している気はしますが、先輩たちを先に行かせて申し訳ないっていうか。それではランドルフさん、ユーナさんたちをよろしく。おばあちゃんもくれぐれも無理させないでね。ああ、これでも教官だしな。ま、わらわはほどほどに鍛え直してやるだけじゃ。そんな顔をするでない。あくまで数日の差というだけだ。君たちがリハビリを済ませる間に少しでも多くの情報を掴んでおく。リーンの行方に国家総動員法、できる限りたくさんの情報をね。リハビリが終了したら遠慮なく調査活動に参加してもらう。多分、っていうか間違いなく大変なミッションになるはずよ。わかりました。いえ、分かってみせます。
ご武運を。どうか皆さんもお気をつけて。無茶はしないでくださいね。私たちもすぐ追いつきますから。ああ、当てにしている。君たちにも風と女神の加護を。見事試練を突破して俺たちに追いついてくるがいい。自分たちの力がどのくらい落ちてるか確かめなくちゃ。早速その遺跡に入って攻略を開始すればいいんですね。うむ、採用にたどり着けば本日の修行は終了とする。オルランド、引率はよろしく頼むぞ。おう、合点承知だぜ。ランディ先輩、その本当に助かります。ティオ主任や他の分校生についても気がかりな状況でしょうが、まあジタバタしても仕方ねえだろう。あれでティオスケは頼りになるしな。現時点で俺がやるべきことはディーンの代わりにお前らを鍛え直す。それがティオスケや生徒たちにもつながると信じて付き合うまでさ。ランディ先輩、最大限努力します。よろしくご指導、ご鞭撻ください。うむ、それでは始めるがいい。ユー・ヘクセンブリードが旅立ちの前に一人前の証を立てる試しの地、サングラール迷宮の攻略を。
私の番です。武竜力起動、照射。僕の番だな。この程度か。これで終わりだ。くらえ！ま、こんなもんかね。
みかけるぞ。行くぞ。行きます。チャージ完了です。おーよ、行くわよ。一気に行くぞ。おーよ、ぜい、おととい来やがれってな。メジャーを発見しました。
さてと、やっ、いくぜ。いくわよ。どっとこうで決める。壊せスレッジハンマー。武流脈起動、照射。行くぜ。これで終わりだ。くらえ。よし。よし、やったわ。まだまだこれから。各種ステータス。ふふん、お宝発見。行くぞ。さてと、おーよ。よーし。手加減抜きで行くわよ。逃がさない。ファイヤー。崩れた。もらった。行くぞ。私の番です。それ、戦闘終了。お疲れ様でした。よっしゃ、畳みかけるぞ。逃がさない。ファイヤー。私の番です。武流脈起動、照射。俺の番だな。行くぞ。よし。はっ。上等だぜ。私の番ね。はあ。くらえ。崩れた。クレンド君、お願い。任せてくれ。崩れたぜ。追撃します。僕の番だな。はっ。見たか、バンダールの剣。いや